はい、カバージ袋カッパ園長です。ではまずこの動画では、武田さんがね、小室圭さん、眞子様、この事実婚を選ぶ最悪シナリオを継承っていう、なんかそういうお話見ていきましょうかね。まあ武田さんがね、事実婚を選ぶんじゃないかと、なんか警鐘を鳴らしていると、そういうお話なんですけども、そもそも国民を不審に思う輩が何が皇族と結婚だと、全くその通りですよね。まあ小室圭さんを、まあ、この眞子さまの婚約内定者である小室圭さんを、まあ、改めて酷評されたと。で、武田氏は女性自身の小室圭さん帰国せずの理由は日本国民への不信感かという記事や、フライデーの小室圭さん帰国会見なしで眞子さまとは逃げ切り婚計画かという記事を読みながら、まあそうね、なんだろう、まあ分析したというか試験を語ったって書いてあるんですよね。小室圭さんの代理人弁護士が一時帰国の予定も会見もの予定もないとしていることから、発表した28ページの小室文書で説明が事足りていると考えているのではと推察。また日本国民から不満が噴出していることにへそを曲げて国民に対しての不信感を抱いているのではないかと話した。また武田氏は、天皇陛下がどれだけ国民を理解しようと努力し幸せを祈ってらっしゃるか、国民に意識を向け、理解しようとし、そして共に笑い共に泣き国民に寄り添ってきた。その天皇陛下を皇族方が支えてきたわけですよ。その結婚相手となる人が国民に対して不信とか、そんな真逆の価値観の人がそもそも皇族との結婚なんというのは根本的にありえないと小室圭さんのこれまでの態度を徹底批判したと。で、小室圭さんは母親の佳代さんと元婚約者 A さんの間で起きた金銭トラブルに関しては贈与であり借金ではなかったと文書で説明したが、その4日後には解決金を支払うと態度を一転させたことが話題になった。しかし A さんサイドがあれから一向に連絡がないと、待っている状態だと。いわばボールは小室さんサイドにあり、投げますよと言ったものを実際に投げ返してくれなければ話は進まないのだ。話を進めようともしていない。ということは結婚までの正式な儀式の段取りについても進めようとしていないに等しい。で、他にも小室家には、親族の連続死、怪しい人物に依頼し話をまとめた疑いのある、遺産相続問題、また遺族年金不正受給問題など様々な疑惑が報じられているが、一向に説明はないままだ。これら全てを小室さんサイドは説明する気は毛頭ないと思います。遺族年金の不正受給については隠蔽工作しようとしたメールは残っていますが、そもそも時効になっているでしょうし、立件するのは難しいでしょう。また小室圭さんは決定しているはずの就職先も公表してないということは、眞子さまとどっかで生活するかも隠しているということ、日本国民に不信感を募らせている可能性は確かにあるでしょうと、まあ皇室ジャーナリストの人が言ってるんですね。で、武田氏はさらに最悪のシナリオとして、ここまで来たら結婚をやめますってことは多分ないでしょう、普通に入籍してくれたらいいんですが、事実婚をかました日には目も当てられないことになる。事実婚となれば、内縁関係になるので、眞子内親王殿下は皇族を離脱しなくてはならなく、皇族を離脱しなくていいということになる。すると一生分の皇族費が総額で20億円とかになってくる。小室圭さんとしては一時金1億5000万で済ますか、20億取りに来るかという話、最悪ですよね。だから逃げ切り婚の婚がどういう婚なのかと警鐘を鳴らしていると。国民の多くが未だに喜んでいない状況の中、お二人はどのようなゴールインを迎えるおつもりなのだろうか。いやー、さすがに嫌になっちゃいますね。なんだかね。いや、武田さんに対してじゃないですよ。当たり前ですけど。小室圭さんですよ。1億5000万円を取るか、20億を取りに行くか。まあ、おそらく20億取りに行くつもりなんじゃないんですかね。さてと、これだけ騒がれてもね、まあ、日本政府も、宮内庁も、なぜ破談にしないのかがちょっとよくわかんない。できない理由があるんだったらその説明もないしね。まあ普通の感覚ならまず本人が辞退するんだろうけれども、まあ小室圭さんにはそういう感覚はないでしょうからね。まあそれはありえないだろうと。
だったら周りが止めればいいんだろうけど、まあ一向に動かないわけですよね。どうもね、こう関係ないとはいえ、この例えばオリンピックなんかもそうですけども、この国民感情ね、この感覚とかけ離れたことがちょっとね、目につきますよね。この国もね、いつ頃からかそうなってしまったのか分かりませんが、まあ小室圭さんの件はね、日本国民の多くがね、もう名前を見た瞬間、ね、この画像を見た瞬間もう気分が悪くなる、そんなレベルじゃないですかね。なんとか破談にならないものかと。どうなんですかね、無理を承知で、例えば国民ね、まあどっか、どこの国のね、誰かと一緒というわけじゃないですけど、なんか国民請願みたいなのでね、阻止することなんてできないもんなんですかね。まあ皇族の方々もね、要は税金で暮らしている格好ですからね、我々日本国民にもそれぐらい意見する立場を設けていただいてもいいんじゃないのかなって正直思ったりもしましたけども、まあ普段だったらね、なあもう言うことないんですけどね、そもそもね、触れるのもどうかなっていうね、ところですが、この件に関してはちょっとね、そういうわけにいかないですよね。どう考えてもありえないお相手なわけだし、我々もう反対するしかないわけですよね。でまあ相変わらずね、小室圭さんの母親は表には出てきませんよね。だってそもそものね、当事者なんじゃないんですか？ね、遺族年金の話もあったし、ね、だって小室圭さん自体の問題というよりは母親の借金のお話だったわけでしょ。最初はね、もう今は違ってきちゃってますけども。まあだって武田さんが言われるような最悪のシナリオ通りにさせるわけにはいかないですよね。しかしまあ小室圭さんも未だにね、この母親のね、この元婚約者 A さんに解決金支払うとかなんかそんなこと言っておいて、ただ匂わせただけで実行する様子は全然ないですよね。現在はただ自己保身のみ、じゃないですか。あんまりなんていうのかな、この眞子さまへの愛情もね、まあ最初からなかったのかもしれないですけども感じないですよね。あとはもしこの結婚辞退した時に、一体いくら、要求しようかなと、まあ、目論んでいるのかもしれないけれども、一方でね、小室圭さん実はこの婚約内定者っていう今のこの立ち位置、この状態こそが一番美味しいっていうことが分かっているかも分かんないですよね。要は破談にさえならなければね、秋篠宮さま、ね、眞子さま両方から守ってもらえますからね。だからまあ永遠に働かなくてもいい生活できますし、破談になったらなったで今度こそ自分で返さなければいけない借金が一体どれくらいにある、上ることか。まあそれはさておき、事実婚なんてあってはならないですけどもね。いや、どんな形の結婚もね、とてもじゃないですけどね、望ましくないじゃないですか。まあっていうのがおそらく多くの日本国民の意見なんじゃないかなと思いますけども。しかしまあマスコミには相変わらずこの結婚前提のなんていうんですかね、要所記事っていうんですかね、が目立ちますけれども、なんだろうな、だから今回のようなこの問題提起、問題提起の記事、こういうのこそマスコミは報じるべきなんだけどもね。だからまあ珍しいパターンですよね。まあ武田さんが主人公みたいな感じの記事だったからそうなったんでしょうけれども。まあそうですよね。小室圭さん、小室親子。まあ400万円の金銭トラブルで贈与税納付遅延理由だったりとか、大学利用時、留学時の、皇室の利用があったのかなかったのかとかね、母親の遺族年金不正受給なんかもそうですし、まあ同級生いじめて自主退学に追いやったなんて話もありましたよね。日常生活における秘密録音の常習性とか、そんな指摘もあったと思うんですけども。あとはまあほら、遺産相続時のこの反社の利用、つながりですよね。でまあ近親者のなんか5人でしたっけ、なんか不審死を遂げてますよね。で、やっぱり直近のこのニューヨークでの生活費、弁護士費用の減資ですよね。まあ生活費の方は確か立て替えてもらってたと思うんですけども、事務所に。で元婚約者へのこの解決金、これ実際どうすんのかとね、どうにかする気が本気であるんだったら減資はどこなんだって話ですよね。まあ解決金の話の交渉が頓挫しているのはなんでなんですか。まあ大体ざっくりこんな感じじゃないですかね。まあどれもこれもね、どうにかする、そんなつもりがあるようにはとても見えませんけどね。事実婚かます、ちょっと笑っちゃいましたけども。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。